すぐはカルオのお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか。すぐはです、今回は心を見る新エヴァ第7回目ということですね、今回はですね、新キャラである巻浪マリ・イラストリアスについて、彼女は一体なぜ登場したのかということを考えようというふうに思います。一応先に言いますと、庵野監督の奥さんの庵野もよこさんは、絶対に関係ないと言っておきます。ということで、マリはですね、これまでのエヴァのキャラクターの中でも特に異彩を放ったキャラクターということがありましたよね。別作品から出てきたような、もう世界観間違ってんじゃねえかというようなキャラなわけですね。以前の動画で僕はマリのことを白い天使だというふうに言いましたよね、前の動画だったかな。で、それと対比してカオルくんのことは黒い天使だというふうに言いましたね、ここで言う天使というのは使徒のことではなく、空から降ってきて主人公シンジくんに幸せを与えるためのキャラクターという意味で天使というふうに言っています。カオルくんは歯のラストで初号機に槍を刺して空から降りてきたというのがありました。マリは歯で学校の屋上にいるシンジ君めがけてパラシュートで降りてきたということがありましたね、どっちも空から降りてきたということで、これは天使というふうになるわけですね。ということで、まず黒い天使ことカオル君から考えていこうというふうに思います。カオル君ははっきりとですね、わかりやすくシンジ君の幸せを叶えるために登場しているキャラクターということになりますね、今度こそ君だけは幸せにしてみせるよというふうに言っていますから、カオルくんはシンジくんの幸せを叶えるためだけにいるキャラクターなわけです。シンジくんを幸せにしようとしているカオルくんですけど、彼はなぜゼーレの側にいるんでしょうと思いますね。シンジくんの幸せを願って、シンジくんと共に近くにいたいというふうに思うんであれば、ネルフにいた方がやりやすいという感じがあるわけですけど、カオルくんはなぜかゼーレ所属ということになっています。これはなんでなのかと考えると、ゼーレが行う人類補完計画こそが、シンジ君の幸せだというふうにカオル君は思っているからということになると思いますね。つまり、現状に対して不満だらけのシンジ君は、一旦死んでですね、魂を一つにして寂しいという感情をなくして、楽園で暮らそうじゃないかと、それこそが君の望んでいる幸せだろう、ということだというふうに思います。カオルくんのこの考えは別に間違いではないわけですね。実際に旧エヴァではシンジくんはこの一旦死んで、全てを世の中から消して寂しいという感情すらなくして、その代わり楽しいという感情とか、そういったのも全て幸せという感情とか、そういうのも全部なくして無になったという経験がありましたよね。シンジくんは旧エヴァで人類を絶滅させているわけです。カオルくんの考えるシンジくんの幸せというのは、シンジくんがもう寂しいと感じないようにすること、これがカオルくんの考えるシンジくんの幸せということなんじゃないかなと思いますね。つまりカオルくんの考えるシンジくんの幸せというのは、旧エヴァでも新エヴァでもどちらでもですね、シンジくんの死ですね、これこそがシンジくんの幸せなんじゃないかというふうに思っている節があるというところはあると思います。ただ旧エヴァではね、最後カオルくんが死んだわけですね。自分から自殺というか、僕を殺してくれと言いました。それはよくよく考えてみたら、シンジくんは死を望んでいないんだということがカオルくんは分かったわけですね。カオルくんはゼーレに騙されていて、ゲンドウにも騙されたわけですけど、シンジくんは死を望んでいるんだというふうに思っていたんだけど、そうじゃないっぽいね。じゃあ僕が死ぬよ。どっちかしか生き残れないからね。っていうことで、カオルくんは死んでいったということがあったわけですね。ということで、そんな死を、積極的な死を、シンジ君に与えようとしている黒い天使ことカオルくん。そんな彼と、今回対比して出てきたのが白い天使であるマリということになります。マリはとにかくですね、今を精一杯生きる女子ということになっていますよね。今これをしなかったら後悔するとか、将来こうなるためにこれをするとかじゃなくて、もうとにかく今できることを今全力でやると
それがマリなんですね。だから死ぬかもしれない裏コードザ・ビーストとかももう何の躊躇もなくやっちゃうわけです。これをやらないと、まあ、今という時間を無駄にしてしまうというふうに考えるからですね。これをやったらザ・ビーストをやったら死ぬかもしれないとか、ザ・ビーストをやらなかったら後悔するとか、もうそんなのを超越してとにかく今この瞬間がとにかく楽しい、重要というふうに考えるのがマリであって、これがまあエヴァンゲリオンの世界ではこれまでいなかった、非常に斬新な新鮮なものだったわけですね。エヴァの登場人物っていうのは基本的に全員ですね、過去にしがみつきながら現代を生きて、まあ、未来に思いを馳せる人たちということがあるわけですね。っていうかまあ普通の人間はみんなそうなんですけど、まあ、例えばゲンドウはユイのことをずっと気にしているとか、ミサトさんは自分の父親だったりカジさんだったりね、リツコさんは自分の母親だったりゲンドウだったり、アスカは自分の母親だったり、まあ、人形だったり、まあいろいろとね、みんな過去のこのなんていう寂しいというふうに感じる思い出というものにしがみつきながら今現代を生きているということになるわけですね。マリは大学時代の冬月や言動、そしてユイたちと共にいた女性だということはなんとなく、映像を見ていてわかりますよね。ではなぜマリは若いままエヴァのパイロットとして、登場しているのか。基本的には言動とかと同世代のはずなんですよね。なのに、非常に若いと。そしてこのマリをこの若いままこの新劇場版に登場させたのは一体誰で、そして何のためにマリを登場させたのかということを考えたいわけですね。で、この答え、僕の出した答えですけれども、マリをこの世界に登場させたのはもう十中八九碇ユイでしょうというふうに思います。まあ、マリはとてつもなくエヴァの世界観の中でイレギュラーな存在ですよね。これまでの世界観をもう根底からぶっ壊すほどの威力を持った人物というのを登場させる力を持っているのはですね、もう司会文書の著者であり、かつこの世界の創造主の一人とも言えるユイ以外はちょっと考えられんというふうに思いますよね。ユイとマリはまあ大学時代の知り合いだし、ユイが生命の書にマリの名を書き加えたということがあるんじゃないかと思います。まあ、今回新たに書き加えたということですね。これはユイの願望として書き加えたということですね。まあ、司会文書はユイが書いた歴史書、日記だというふうに僕は言っているわけですけれども、マリの名前をじゃあ今まで存在していなかったマリの名前を書き加えるなんてことは日記にしていいのかどうかというところがあるわけですけれども、まあマリの名を書けばマリが登場してそれが歴史となるわけですから、まあ言っちゃいいかなっていうかなり特殊な例なんじゃないかなとは思いますけどね。そうやってユイはマリの名前を生命の書に書いたんじゃないかというふうに思います。じゃあなぜマリの名前を生命の書に書き加えたのかですね。当然シンジを救うためということは確実ですね。ユイの願いというのは人の生きた証を遠い未来まで残すことでしたね。そのために一番いい方法というのは何かというと、人類が絶滅しないことです。人類が絶滅しなければ人の生きた証というのはなるべく遠くまで、遠い未来まで続くわけですからね。でもシンジ君はですね、毎回毎回人類を絶滅させてしまうわけですね。困った困ったと、まあ、絶滅をさせるんだけど、なんとかギリギリのところで、再生して、もう一回世界を作り直してやり直しているということを繰り返しているというシンジ君なわけで、ユイの願いというのは、この、まあ、カオル君曰く円環ですね。この円環をほどくことだと思うんですよ。毎回毎回シンジ君は人類を絶滅させていますんで、ちょっと人類絶滅させないで、シンジ。っていうことをするために、マリを持ってきたんじゃないかというふうに思います。つまりユイがマリを送った理由、それはですね、シンジ君に生きる喜びというものを知ってもらって命の輪を紡ぎ続けてもらうということこそがユイの願いなんだとなりますね。ユイの願いはもう一度言いますけど、人の生きた証を遠い未来まで残すことですから。ということは命の輪、そういったものを、まあ鎖と言ってもいいけど、こう命のね、こう
数珠、そういったものを紡ぎ続けていくことが一番簡単な方法なんですね。人が生きた証を残すには。だからそれを真珠にやってもらいたいわけですね、ユイは。そのために今回ユイはですね、世界にちょっとした変化を加えたということがあります。それがもうただひたすらに生きてるって素晴らしいっていうふうに考える人物のユイだということだと思いますね。これによって真珠くんの心に大きな変化が生まれました。もちろんですね、真珠くんだけじゃなくて、その周りの人物みんなに大きな影響を及ぼしたわけですね。マリという登場人物は。アスカとかレイはその分かりやすい例だと思います。アスカはマリによって自分の弱さをさらけ出すようになりましたよね。旧エヴァの時のアスカは自分の過去というものをひたすらに隠していたわけですね。で、自分の心の奥底にしまい込んで、私の心を汚さないでというふうにアスカは言ってましたよね。まあ、過去の自分というものを心の奥底にしまってもう強がって生きているというのがアスカでした。アスカは非常に強がっていたんですね。本当は弱い子なのに強がって生きていたわけです。でも新エヴァのアスカは自分の心に非常に素直になっていましたね。好きなもの、大切なもの、嫌なものというものを真っ正直に表現する女の子になっておりました。まあ、新エヴァのね、ラストの方でシンジに向かって私がなんで怒ってたかわかる？とかシンジに聞いたりしていましたよね。で、あの頃私はあんたのことが好きだったのかもねというふうに言ったりとか、非常に素直なアスカさんになっていました。それは完全にマリの影響だというふうに考えていいと思います。過去に縛られるよりも、今というものを大切にしようというふうに思ってアスカは変わったとなるわけですね。で、レイもマリによって変わりましたね。まあ、第三村のレイなんかはもう生きたい、生き続けたいという感情でもう溢れていました。もう死んだら楽しくない、生きていたら楽しいかもしれない、そういうふうにレイはものすごく思っていたんですね。田植えとかしながら。第三村のレイはね、非常に感情に溢れていました。これもマリの影響だというふうに思います。相補性ってことですね。そういうマリの今が大切なんだという考えが、みんなに伝染していって、その伝染はシンジ君まで届いたということだと思います。シンジ君とマリはほとんど接点はなかったわけですけど、そこはね、さっきも言った相補性で影響し合っていたということになると思います。この新しい登場人物の影響というのは直接出会っていなくても、もうミクロの世界でマクロの世界でお互いに干渉し合っているわけですね。ケンスケが、最後まで僕はジタバタ生きるよとか言ってたのもマリの影響だと思っていいと思います。マリはシンジ君に今を生きるということを伝えるための白い天使だったわけですね。ということで、カオル君は黒い天使、マリは白い天使という説明をいたしました。まあ、死んで安らぎをもたらす黒い天使のカオル君、生きて楽しさを与える白い天使のマリというふうになるわけですね。最終的にシンジ君を選んだのは生き続けるということでした。まあ、映画、新劇場版の映画ラストでシンジ君はマリとくっついていたわけですけど、その理由はもうこれではっきりとしますよね。シンジ君はマリとくっつくようにできているんです。だってシンジ君に生きる希望、生きる楽しさっていうのを教えてくれた天使ですから、マリは当然そうなるということで、今回の、新キャラ巻波マリイラストリアスはなぜ、そしてどうして、何のために登場してきたのかというお話はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャ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 チ